Good morning, everyone. How you doing? I'm Crystal from Honolulu, 2024 March 12th, Tuesday. 皆さん、おはようございます。クリスタル松岡、今日もね、ホノルルから、毎朝ラジオを発信していきたいと思います。こちらはですね、今日の、星の動き、そして、宇宙からね、この星を伝って私たちをサポートしてくれているエネルギー、このエネルギーをどのようにポジティブに使っていったらいいか、星エネルギーの、取扱書、そしてね、みんなで最後に、シンクロするメッセージカードの、1枚引きをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、もしもね、チャートを一緒にね参照したい方は、それぞれのコミュニティに貼ってます。 or 東京のアットヌーンで、何でもね、フリーのチャートでも見ていただければ、そちらで参照できるかと思います。今日はですね、本当に、直感で動くのが、いいかと思われる日の配置になってます。なのでFollow your intuition、あなたの、ね、直感に、従って動きましょう、行動しましょうといった日です。ですね、今日はですね、そして、サブジェクト的に、水瓶座にあった金星が魚座に移動してくれます。ときめきの星、これはね、朝の6時51分 AM、今日ね、3月12日から4月5日まで、魚座のお部屋で滞在してくれます。人によっては、金星は、魚座にいてこそ、さらにね、金星が、いい感じに、アクト、かつ活動的っていうか、金星が生かされるっていう風に、おっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。もちろんね、金星の、守護星っていうのはのお部屋っていうのは、大牛座さんと天秤座さんなんですけど、魚座さんの、基本的にキャラクターっていうのはね、上座の星はね、感受性が豊かで、どちらかというと物質的というより、精神的、スピリチュアル的、宇宙とつながる、星座ですよね。だからアートとか音楽とか感受性がすごく豊かになるので、そういった意味でね、ときめきの、金星がさらに、輝くといった感じなんですね。はい、とてもね、楽しみですね。そしてね、月はね、昨日に引き続きおひつじ座さんにあります。おひつじ座さんに、中間度数ぐらいかなから、今日もね進みます。そしてね、午前中はこのおひつじ座さんの月と、ドラゴンヘッドが重なっております。そしてね、同じくね、この月と、情熱とターボエンジンの、星火星、これがね60度という、いい塩梅の生産性のある配置で、私たちをサポートしてくれます。で、おひつじ座さんっていうのは、昨日もお伝えしたようにすごくね、12星座1番バッターですので、本当にね、生まれたての赤ちゃんが、要はまだ目も、おしゃべりもできない、だからこそ感覚でいろんなものを つかみ取ろうとするんですね。だからこそすごくね、直感がね優れていて、そしてもっていろんなことをこう体感したい、感じたいっていう星座さんなんですよね。だからすごく開拓者的、パイオニア的、性質を持っておりますし、まあ冒険的にね、今日はね、同じね、動く日でも直感的に、そしてね、ちょっとね、女の子でもね、冒険的な感じでね、すごくね、なんだろう、子供心にピュアに、行動できるかと思います。そしてですね、同じく連日お伝えしているように、このおひつじ座さん、おひつじ座さんの、お部屋にはですね、キロンちゃんと、そしてドラゴンヘッド、さっき言ったね、今日月とドラゴンヘッドが、コンジャクションで重なるんですけど、このドラゴンヘッドっていうのは、私たち、全てね、地球に降りてきている人類が、今目指す方向性が同じなんですね。日本人だけではなく、それは、おひつじ座さんのお部屋にあるからこそ、自分のアイデンティティを持つ
確立していくっていうところにね、集合意識的に目標、とされております。なのでね、重なるということは動きやすいし、あと人によっては、まあ、前世とかソウルメイトたちと、連絡を取ったり出会いやすい日でもあるっていうふうにも言われます。でも何はともあれね、魂的に前世も含めて持っているキロンちゃんね、まあ傷というかコンプレックスね、自分が気にしているようなところ、そこをね、この月とドラゴンヘッドが重なり、この火星が60度、本当にねピュアにね、自分がやりたい方向に、直感だけを使って動けたのなら、水面下で、自分がねわからないうちに、このキロンちゃんのコンプレックス、前世からの傷もね、ヒーリングされているという感じのね作用が働きます。これはね本当ね、なんで気づかないかというと、みんなそれぞれの、サブコンシャスネス、日本語で潜在意識、そう潜在意識、そして潜在意識の奥底には人類が持っている、みんなでね共通して持っている、集合無意識、これがドラゴンヘッドに関係しているんですね。そんな感じでね、今日はね本当にね、可能な限り自分のインチュイション、直感、そしてインスピレーションに、従ってね、そこにプラス、思考を入れずに動けれることは、動いたり、やりたいことはやってください。はい、そしてねもう一度お伝えするようさせてもらうんだけど、金星は、自分のねそれぞれの、愛とね調和の星って言われてますけど、まあ分かりやすく言えば、あなたがときめくこと、ワクワクすること、これはね本当にね金星が働いてるっていうことですね。あなたは金星の、惑星のエネルギーを意識的にちゃんと使えてるということです。だから、恋愛とかで言ったらときめいたり、お仕事で言っても、まあ、もちろんときめくし、ワクワクしたりドキドキしたり、これやったらなんかこうなるんじゃないかなっていうね、それも、金星を、ちゃんとね使えているということですね。そしてねこの金星が、魚座さんに入ることによって、魚座さんは先ほどもお伝えしたように、12星座最後のねお部屋ですよね、星座なんですよね。そうすることによって魚座さんっていうのは境界線をなくすんですね。だから境界線をなくして溶かしていく、だから宇宙とのつながりを感じた金星を使って表現できる。それはあなたのお仕事かもしれないし、アートかもしれないし、お料理かもしれないし、そして、恋愛、これがね、皆さんねそれぞれなんですけど、先星術師さんによってはもちろんね、なんかこう境界線がなくなるから、自分がそんなに好きでもないんだけど、なんかこう好きって言われると、なんか境界線なくして、まあ一家で、イエスを出してしまって、後であちゃってね、ちょっと後悔したりとか、そういうこともありえるかもしれないけど、まあそれはそれで、私は楽しいことじゃないかなと思います。何がともあれときめくことができるってすごくね、幸せなことだと思うんですよね。はい、だから、恋愛だけにね、ときめかなくてもときめくってわけじゃないですよ。何でもいいですよ。自分が、何かね、いけばなとか、ちょっとお花があるからいけばなって言ったんですけど、アートとか何でもいいですよ。自分が、ときめくことを、このね魚座さんに入っている時はね、ぜひぜひね、さらにさらにね、いつも以上にときめくことがあなたに、訪れるのでね、皆さんね、春、楽しみましょうね。春分の日までね、だいぶね2月が一番大変だったと思うんですよ。毎日お伝えしますけど、なんですごく、春分の日に向けて、春に向けてウキウキときめく、これだけでもね、毎日のね生活が変わってきますのでね、はい、みんなでときめきましょうね。はい、 あとねスピリチュアル的なことにもときめくというか、キュリアスだったり、そうすごく面白くなってきたり、そういう感じでねなるかもしれないです。はい、そしてね太陽と、イマジネーションの海洋性、これではねどんどんね、距離感が近づいてきてます。要は太陽が今、魚座さんにまだいるんだけど、牡羊座さんに3月20日に、移動しますよね、入りますよね。だからそこの行く途中でどんどんね海洋星に近づいてきてて、海洋星ね、そうするとどんどん、そこにあなたの、
自己実現に向かって動くところに海王星の、金星に加えてね、あなたの、未来に向かってたくさんのさらに、いつも以上の、なんだろう、理想とイマジネーションと、楽しさを加えてくれるかと思います。だいぶね、オーブが6度でまあまあ近くなってきているんで、今から、太陽と海王星のエネルギーも加わって、楽しいかと思います。はい、そしてね、昨日もそうなんだけど、この火星さん、さっき言ったね、パッションと情熱の、ターボエンジンの、火星さん、これが、変革を成し遂げてくれる、私たちを新天地に連れてってくれる天王星、これがね、葛藤の90度です。でもね、葛藤もね、葛藤があってこそ、新しい自分、新しい時代、新しい、なんだろう、計画とかにがね、アイデアが降りてきたり、そっちに向けたり、進んだりできるんでね、この葛藤は、成長する上、そして、新しい素晴らしいものを生み出す、新しいさらにすごい自分に生まれ変わったりバージョンアップするためには、この90度っていうエネルギーは絶対必要です。理由としては、例えば、元から、じゃあ60度とかね、使いやすいエネルギーだったら、まあ、使いやすいんだけど、意外に意識しないんですよ。やっぱりね、一番わかりやすいのが、生まれた時から持っている、なんか資質とかありますよね。そこって当たり前すぎて感謝できなかったり、人にいいなって思われても自分はそんなにいいなと思えなかったりとか、まあ、いろんな考え方があるんですけど、見方がね。でも、やっぱりもちろん最初生まれた時から感謝できてても、自分のね、この葛藤しながら努力をして身につけれた才能とかね、成し遂げたことってすごく感動があって、魂的にも成長があるし、やはり大切にすごくありがたく思えますよね。そんな感じで、90度っていうのは、あなたが90度を持って、出生図であればその配置を持ってきている。なぜかというと、そこに自分を生み出していきたいし、そこに魂の感動が欲しいから。それと同じで、この今日の火星と天王星の90度も、自分が生まれ変わったりチェンジしていくことに葛藤があるけど、その葛藤をも、それぞれね、みんなね、欲しくて90度っていう角度で、今日を、みんなで、なんだろう、集合意識的に、配置させていると思うんですね、宇宙的には。はい、そんな感じです。よかったらね、参考にしてくださいね。じゃあね、みんなでシンクロするメッセージカードの1枚引きをしていきたいと思います。今日もね、エンジェルのプリズムカードを使っていきたいと思います。こちらです。はーい、あ、1枚、コーンとなったからね、これにしますね。はい、感謝、今感謝って言ったからだね。でもね、何はともあれ、今日ね、あんまり葛藤出ないと思うの。さっきも言ったように、配置的にすごく、自分がソウルメイトだなってお仕事先でもね思う、深さは別として、なんか仲間だなって思うような居心地が良かったりとか、あと直感が冴えてるし、その直感に向かってピュアに動きたいってね、動けれる日なんですよ。だから、その火星と天王星の葛藤って、結構それもお羊座さんに今月が入ってるから、動いちゃえみたいな、動いちゃうよみたいな感じでね、重たく感じないと思うんだけど、まあ少しでも、キロンちゃんも関係してるし、出てきたとしても、それさえも自分が絶対に、自分がセッティングしてきてますからね。だからそれがどんでそんなのセッティングしたのとか、いろいろ考えずにただただ、感謝する、全てね、パーフェクトに、織りなされている、プログラムされて私たちは降りてきて、実は毎日なんか不満、例えば明日のことが不安になる人がいたとしても、それさえも組み込まれているっていうふうに思えばね、本当にね、感謝できると思うんですよ。それか簡単なことは、今日ね、あえてね、自分の置かれている、感謝できることに、感謝してみるとか、あと仕事場で、感謝できる、いつも同じ人なんだけど今日はすごく感謝ができたり、そう、そんな感じでね、まあ今日いい感じで流れが、あると思いますよ。素敵なね、一日を、お過ごしくださいね。
Hi, thank you for listening and thank you for watching. Everyone, have a nice Tuesday. このね、あとね、3選択のクリスタクリーディングもします。よかったら、遊びに来てくださいね。じゃあね、いってらっしゃい。